半袖着てたりしてたけど、もうコートを着ないと寒くなってきて、温暖差で風邪とかひいてないかな。そういうのを使った料理とかスイーツとかもたくさん出てくるよね。あなたは何が一番好きかな？クリスマスは何か予定あるのかな？どこかに出かけたりとか、おいしいもの食べたりとか。
スマスが終われば、もう年末で、年が明けて、あっという間に来年になっちゃうね。最初にだんだん寒くなってきたっていう話をしたけど、寒いと朝お布団から出るのがすごく辛いよね。朝のお布団に限らないけど、暖かい場所にいるとなかなかそこから動けないことってたくさんあるよね。
ようにね。おやすみ。